旧山手通り側より、左に見える建物は、グリーンカフェ西郷さん西郷山公園は、東京都目黒区青葉台にある、目黒区立の公園。当時一帯は幕末には、文国仁岡藩主、中川家の抱え屋敷であったところであり、特に当家の海遊式庭園は、名所として、当時の知史にも載っており、知られていた。明治時代になって、西郷隆盛の辞定。 西郷嗣道が兄流星の再起を願って、当地付近を購入した。しかし、西南戦争により流星が破壊したためそれが実現されず、当地は嗣道自身の別邸として利用されることになった。当地には、フランス人で親とい外国人の土木建築技師、レスカスの設計による洋館と書院作りの和館が並んでいた。後、西郷家は1941年に、 渋谷に移転したため、当時の鉄道省の手に渡った。なお、移転前の1933年に、川又初太郎が起こしたもらいご殺人で当地の雑木林が遺体の埋め場所として利用されてしまっている。渋谷移転後は、第二次世界大戦による空襲により、和感が消失するなど、次第に西豪邸があった頃の面影は薄くなっていった。 残っていた洋館は1963年に愛知県犬山市にある明治村に移築され、現在は国の重要文化財に指定されている。第二次世界大戦終了後は1950年代に日本国有鉄道参加の日本プロ野球の国鉄スワローズ選手が宿所として使用されたこともあったという。その後、 邸宅跡地の一部分が公園として整備され、当地付近の通称であった西郷山の名を付した西郷山公園として1981年5月28日に開園し、現在に至っている。西郷山の名の通り、大地の斜面を利用した高低差のある公園で最上部からの展望台からの眺めが良いことでも知られる。展望台からは、冬の晴天時には、 富士山が望める。面積1549平方メートルなお、ドラマ、東京ラブストーリーをはじめ、ドラマのロケの場として時々あたり公園が使われている、ことでも知られる。また近接して、カンガリ公園がある。ありがとうございます。